はい、こんにちは、クラウノです。今日は、白金の都ホテルの一部屋を借りまして、メーカー大会をやっていきます。で、メーカー大会っていうのは、日頃、我々はファブレスメーカーなんですけど、特にエリアの、家具たちを作ってくれている、各日本の、産地それぞれのメーカーさんの生産たちを、一堂に来ていただいてご足労いただいて、エリア、クラウンの、事業計画だったり近況報告みたいなものを、発表する1年に1回の、催し物事ということで、やっています。で、今回が3回目になるんですけど、もともと1回2回ってやってたんですけど、屋形船とかでやってたんですけど、コロナで できなくなって、だから3、4年ぶりにようやく復活の第3回ということで、で、こんなね、素敵な、お部屋を借りて、しっかりとやっていきたいなと思います。そんなことでちょっと、今日はちょっと YouTube のアップが、簡単にしかできなくて、こんな、ご報告になっちゃったんですけど、でも今ちょっとストックとかも全部使い切っちゃってで、気づいたらストックなかったと思って、YouTube 取りためてたやつもなくなっちゃったん ですいません。なので、上げれないんですけど、僕がやるスピーチなんかを多分ちょっと編集して今週中、来週までいかない、どうだろう、月曜日とか火曜日に、1回アップしようかなと思いますので、今回のこのメーカー大会の様子を、次の動画で見てください。はい、そんなことで、今回は、こんな感じで終わりたいと思います。じゃあ本編の、編集動画を楽しみにしててください。それではまたその動画で。